皆さんご機嫌いかがですか。リビングライフの時間です。私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日も皆さんと共にこのリビングライフのテキストを用いて御言葉の素晴らしさを共に味わいたいと思います。今日は4月10日金曜日です。今日の聖書の箇所は旧約聖書の列王記第15章の1節から18節までです。リビングライフのテキストには、主の国のための協力は尊く美しいものですとあります。このタイトルのこと、何を意味するのか、この御言葉を通して考えてみましょう。列王記第1、5章1節から18節。さて、ツロの王ヒラムは、ソロモンが油を注がれ、彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ遣わした。ヒラムは、ダビデといつも友情を保っていたからである。そこで、ソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせた。あなたがご存知のように、私の父ダビデは、彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、彼の神、主の名のために宮を建てることができませんでした。ところが今、私の神、主は、周囲の者から守って、私に安息を与えてくださり、敵対するものもなく、災いを起こすものもありません。今、私は、私の神、主の名のために、宮を建てようと思っています。主が、私の父、ダビデに、私があなたの代わりに、あなたの王座に就かせるあなたの子、彼が、私の名のために宮を建てる、と言われた通りです。どうか、私のために、レバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私のしもべたちも、あなたのしもべたちと一緒に働きます。私は、あなたのしもべたちに、あなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように、私たちの中には、シドン人のように、木を切ることに熟練した者がいないのです。ヒラムは、ソロモンの申し出を聞いて、非常に喜んで言った。今日、主は、褒むべきかな。このおびただしい民を治める知恵ある子を、ダビデに授けられたとは。そして、ヒラムは、ソロモンのもとに人をやって言わせた。あなたの申し送られたことを聞きました。私は、杉の木材と、もみの木材なら、何なりと、あなたのお望み通りにいたしましょう。私のしもべたちは、それをレバノンから海へ下らせます。私は、それをいかだに組んで、カイロ、あなたが指定される場所まで送り、そこで、それを溶かせましょう。あなたは、それを受け取ってください。それから、あなたは、私の一族に食物を与え、私の願いを叶えてください。こうしてヒラムは、ソロモンに杉の木材と、もみの木材とを、彼の望むだけ与えた。そこで、ソロモンはヒラムに、その一族の食料として、小麦2万コルを与え、また、上質のオリーブ油20コルを与えた。ソロモンは、これだけのものを、
マイネンヒラムに与えた。主は約束通りソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれ、二人は契約を結んだ。ソロモン王は全イスラエルから役務者を徴用した。役務者は3万人であった。ソロモンは彼らを1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送った。すなわち1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家にいるようにした。役務長官はアドニラムであった。ソロモンには200人夫が7万人、山で石を切り出す者が8万人あった。その他、ソロモンには工事の監督をする者の長が3300人あって、工事に携わる者を指揮していた。王は切石を神殿の礎に据えるために、大きな石、高価な石を切り出すように命じた。ソロモンの建築士とヒラムの建築士とゲバル人たちは石を切り、宮を建てるために木材と石材とを準備した。今日の箇所は旧約聖書の列王記第一、五章の一節から十八節までですけれども、しばらくこの列王記はこの箇所で、ソロモン王が神様のために神殿を築く、そういうことについて詳しく書かれているところなんですね。ちょっと一節をもう一度読んでみましょう。さて、ツロの王ヒラムはソロモンが油を注がれ彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ使わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからであるとあります。このダビデ王によって築かれたこのダビデ帝国といわれる国、それの後を引き継いだのがその息子のソロモンだったわけですけれども、そのおそらく戴冠式のようなものが行われて、そこにダビデの時代から友好関係を保っていたツロという都市の王ヒラムがお祝いのためにこの人々を使わす、家来を使わすということが起こりました。ツロというのはこれはイスラエルよりも北にある地中海の沿岸にある都市ですけれども、海にあってまた港がありますから貿易が非常に盛んな、栄えた町であったわけですね。で、ダビデの時代からこのヒラムという王様とは非常に良い友好関係が築かれていたわけなんですが、でこのダビデという人はこのダビデの時代に、エルサレムに都が定められて、そしてこのイスラエルの国という、この領土が広がっていくその時代ですね。ですからダビデの時代はずっと戦いが続いていたわけです。で、実はダビデ自身は神様にこの神のこの神殿を建てるということをすごく願っていたわけなんですけれども、神様はダビデにはそのことをお許しにならないで、で結局その後のその息子でこのソロモンがそれを引き継ぐことになるわけですね。で、この神様がイスラエルの人々をその出エジプト記に遡りますけれども、そこから、解放されして、そしてその後この約束の国に入った。そしていろいろな戦いがあったんですけれども、ようやくこの都がエルサレムに定まりました。で、これまでイスラエルの人々にはこの天幕、幕屋があったんですね。移動式のもので神を礼拝する、あるいは神様がおられる場所としてあったのが、移動式の簡単なというか折りたたんだり、またこの組み立てたり、そういうふうにできるものであったんですけれども、もうこのエルサレムに都が定まりましたから、そういう意味で神様のためにこの神殿を建てるということをソロモン王は、ダビデ王がまずそれを願って、でもそれをその意思を引き継いだのがこのソロモンだったわけですね。で、そのお祝いのところにこのツロのヒラムから人々が来ましたので、それに対してお礼の意味を込めてソロモンが人を使わすわけです。それが2節に出てきますね。
そこでソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせたとあります。そしてそこから出てくるこの3節以降の言葉というのが、ソロモンがこのツロの王ヒラムに語っていることは、まあ、ダビデの時代からのこの友好関係があったこと、そして父ダビデがどれほどこの神殿を建設するというこの熱情を持っていたのかっていうこと、そして、それをいよいよこの、まあ、立て上げる時が来たということで、まあ、いろいろなこの協力を、まあ、求めている、そういう内容なんですけれども、ここで言っていることは、一つはこの3節に書かれているところなんですけれども、この3節の終わりのところに、彼の神主の名のために宮を建てることができなかった。ダビデが神様のためにこの主の名のための宮を建てたいと願ったけれども、それは まだ平和の時代が来ていないので、建設をするというのは大変な時間がかかりますから、それに専念できるような余裕がなかったんですね。それをところが4節を見ると、ところが今私の神主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく災いを起こす者はありません。平和が来ました。ソロモンの時代は平和の時代でした。だからソロモンは戦争をする必要ありませんから、この神殿建設という大きなプロジェクトに専念することができたわけですね。そして5節で、今私は私の神主の名のために宮を建てようと思っていますと言っています。彼の決意が出てきます。で、彼が建てるのは何かというと、ここに書いてありますように、主の名のための宮ですね。彼が建てるのは普通の建物ではなくて、主の皆のために捧げられる宮を建てるんですという決意が行われました。そしてそのために彼は、このヒラムという王様に、レバノン杉を送ってくれるように、あるいはその他いろいろなこの働き人を送ってくれるようにという、結局このリクエストしているわけなんですね。そのような交渉をしているわけです。いろいろな材料は実はダビデ王がもうすでに、揃えてあったんですね。ダビデは自分は建設は許されなかったけれども、自分の子供が建てることを知っていましたから、そのためにできる限りの用意をしていたので、それもそれほど材料を集める必要はなかったんですけれども、ただ人手が必要だったんですね。で、そういうことで、このツロの王ヒラムの協力を得て、この神殿は建てられることになります。で、ここで大事なことは、一つはこの12節にありますけれども、この主は約束通りソロモンに地を賜ったので、ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれ、二人は契約を結んだと書いてあるんですね。つまりこの平和な状況の中でこの神殿建設が行われたということが大事だと思うんです。つまりこの建設という、特に神殿の建設というのは大変な事業ですから、戦いとか争いがあるような不安定な時にはとても建てられるものではないんですね。ですからこの、言うならば最高の仕事ができる時というのは、この平和の時に限られるということをここでは言おうとしているのではないかなと思います。で、これは人間の生き方も同じだと思うんですね。やっぱり心の中に争いがあったり、あるいはトラブルがあったり、または心配事があったり不安があったり、で、そういう時にはやっぱり人生も最高の人生とはいかないと思うんですね。聖書の中には、あなた方はイエス・キリストによって神との平和を持っているとあるんですけど、御子イエス・キリストを信じる時に私たちは神様との平和が与えられるわけですね。で、その神様との平和の中に生きる人生が実は最高の人生になるということを聖書は語っているんだと思います。ソロモンがこの平和の中でこの神様の皆のために宮を建てることができたということは、何かそのようなことを示唆している、そのように思われます。
今日の箇所はソロモン王が神様のために神殿を建てる、そのためにツロの王ヒラムにいろいろな協力を求めているという、そういう箇所なんですけれども、先ほども申しましたように、私はこのソロモンが平和の中で、このヒラム王との平和の中でこの神殿が築かれたということにすごく大きな意味がある、そのように感じています。私たちも神様との平和の中で生きる時が一番最高の人生であることを忘れてはいけないと思います。その時に御心にかなった人生を歩むことができるのではないでしょうか。それではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日はソロモン王が平和の中で神様のために神殿を築くという、その箇所を御言葉から読みました。ソロモンがこの最高の技を平和の時に実行することができたように、私たちも神様との平和の中で最高の人生が生きることができる、そのことを信じます。これからもいつも神様との平和の中に、神様の御言葉に引き従って歩み続けるものとならせてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。